はい、今回はね、堀江貴文さんがトースポのニュースで取り上げられていたんですけども、まあ、自粛延長期間にね、まあ、こんなん付き合ってらんないよマジでとか言ってますよね。まあ、これはね、私も全くその通りで、まあ、私は別にね、自粛があろうがなかろうがずっとなんていうんですかね、こうやって家の中にこもってるんであんま変わんないんですけども、社会に出てね、働いてる方とか自分の趣味とか自分の特技とかね、才覚を生かしてる方は特に考えた方がいいと思いますけども、これ生きてるって言えるんですかねってことなんですよ。確かにね、コロナウイルスって怖い面があると思いますよ。一定の致死率があって、コロナウイルスを放置しておいたら必ず人は死にます。怖いことですよ。だからなんとかね、コロナウイルスを撲滅しなければならないっていう気持ちがあるのは分かりますけども、ただね、これ生きてるって言えるんですかね、こんなのが。何もしない、もう本当は家の中こもって誰にも会わないと、以前みたいに旅行もしないとかね、これ生きてるって言えるのかなって思うところもあるんですよ。でこういうこと言うとね、じゃあお前がね、感染して死んでもいいのかよって話もありますけど、私は死を覚悟してるからいいんですよってこう言うと、またね、お前はいいけども他の周りの人に、例えば身内にね、病気移してその人が死ぬのは全然いいのかってことになりますけども、それはやっぱ嫌なんですよ。そういうのは身内に移したりとか身内が死んでいくのは耐えられない苦痛ですよ、それは。でもそれとは別に考えないといけないのは、なんて言いますかね、このコロナウイルスが排除されたら私たちは不老不死でいられるのかってことなんですよ。そんなことないですよね。また新たなね、警戒しないといけない病っていうのがあるわけですよ。で、この自粛が終わっても旅行が始まったりとかね、ドライブみんなするでしょ、したら。そしたらそこでまたね、交通事故のリスクとか、飲食店が再開したら食中毒のリスクとか結局高まるんで、何をやっても誰か死ぬんですよ。で、もっと言ったら人間って必ず死ぬんですよね。で、仮にこういうふうに考えてみてほしいんですけども、今日が最後の一日だとしてどうしますかって。自粛をやっぱり一日付き合ってずっと家の中にいて、ああ、今日が最後の人生の最後の一日は自粛だったなーでいいんでしょうか。どうなんですかね。もっともっと自分の時間を大切に使うべきだと思うんですよ。ただそうは言ってもね、世間との付き合い方もあるんで、世間体を気にして、今私がね、じゃあ派手にどっか出かけたりとか、なんか飲食店バンバン使ったりとか、なんかするかって言ったら別にしないですけども、そういう興味もないんで。ただね、我慢は続かないですよ。この堀江さんもそれを言ってるんだと思いますけども、こんな我慢ばっかりの人生が人生なんですかね。これでね、もし仮にね、コロナウイルスにかからなかったけども、80歳になって90歳になって死にました。で、それでいいのかなってことなんですよ。特にね、若い人にすごく我慢させてますよね。幼稚園児はじめ、小学生、中学生、高校生、そして大学生、新入社員の方、20代、30代の方、40代の方、むちゃくちゃ我慢させてると思うんですよ。じゃあなんで我慢するのって言ったら、これはね、高齢者の方の命を守るためなんですよ。どうなんでしょうか、これは。これは何か、いいんでしょうかって話なんですよ。もちろん高齢者の命一人も重いと思いますよ。それを軽んじるわけではないですけども、なんかね、なんと言いますかね、ちょっと言いにくいんですけども、たくさんの可能性が今削られてるのは確かなんですよ。で、若い方が総動員で我慢してます。40代以下のね、本当に貴重な未来を作る人たちが、いろんな可能性とか学習とかね、出会いとか体験とか、こういった可能性を失われてるわけですよ。これでいいのかなと思っちゃいますよね。で、まあ繰り返しますけど、私はね、別にどっかに出かけたい欲望もないんで、多分自粛が終わっても別にコロナがあろうがなかろうが、部屋の中にこもってるの一緒ですよ。部屋の中にこもって、ずっとね、ジョジョの奇妙な冒険見たりとか、古い漫画見たりとかね、くだらない人生送ってますよ。で、私から見ると、世の中のね、人が、あらゆるものに熱を燃やしたりとかね、感動したりとか、映画見に行ったり、ディズニーランド行ったりとかね、で、恋人たちと出会ったりとか、ものすごいいい人生を、意味のある人生を送ってると思うんですよ、私から見て。でもね、望まない人生を人に強制されて、もしくはね、忖度して選ぶことが本当にいいのかなと。しかもそれは一部の権力者の安全を守るためになってるわけじゃないですか。どうなんですかね、これでいいのかなと思っちゃうんですけどね。というふうな問題提起をしたいなっていう時に、堀江さんのこの記事があったんで、堀江さんのこんなの付き合ってらんないよマジでに乗っからしてもらいました。まあ私はどっちでも私の暮らし自体は変わらないんですけども、本当に皆さんいいんですかっていうふうにね、思っちゃいますね。私は全然いいんですよ。ほんと繰り返しますけども。ずっと、自粛期間中も、そうでない時もずっと同じなんでね。仕事もしてないですし、付き合う人もいないですし、どっか出かけたいところもないし、外食をしたいわけでもないんで、ずっとこの暮らしが一生続くと思いますけどもね。でもね、いいのかな？高校球児、プロ野球好きな人、ね、AKB、ショービジネス、
いいんでしょうか、これで。宝塚、本当に今まで鍛えてきたね、素晴らしい芸術をこのまんま自粛って言葉にくくって、コロナにはっきり言って負けてるんじゃないかなと、コロナに潰されてるんじゃないかなと思っちゃいますよね。でもっと言ったら、コロナってそんなにここまで世界中が動きを止めるほど恐ろしい病気なのかなと思っちゃいますよね。ちょっと乱暴な言い方になりますけども、一定の死を覚悟しながら活動は続けていくしかないんじゃないかなと思うんですよ、ね、あらゆる動物がそれをやってますよね。一定の種族の中で一定の生命が失われることを覚悟して種として生きていこうとしてるんじゃないかなと思うんですよ、大げさなこと言ったらね。まあわかんないですよ、私の考えがね、一人だけおかしいのかもしれませんけどね。まあ一人だけじゃないや、堀江さんもなんかおかしいんでしょうけどもまあ私自体はね、どっちでもいいんですけども、どうなんですかね、皆さんの我慢がいつまで持つのかなと思っちゃいますよね。これは別の死が起きてくる可能性もあるし、あとね、意味もなく人を憎しみ合ったりとかね、別の意味で、人の家に盗みに入ったりとか、弱ってる飲食店とかにもう泥棒入ったりとか、本来だったら起きないような事件がなんか多発してるんじゃないかなと思うんですけどね。どうですかね、どっちにしてもなんかいずれね、もうこれは一定の死を覚悟して社会を動かしましょうみたいな流れにその時はなるんですよ。でそうなったら、コロナが怖いって言ってた人も結局はね、今みたいな状況のことを忘れて、まあリスクはあっても生きていかないとねみたいに考えが変わるんじゃないかなと思いますけどもね。一生コロナ避けて通れないですからね、やっぱりね、ウイルスは完全ゼロにはなんないですから、どんなことが起きても誰かはその割を食って死んでいくっていうところは変わらないのかなと思います。そしてコロナがもしね、地上からなくなっても私たちは不老不死ではいられないと、結局何か不慮の事故なり病気で死んでいくわけですよ、で生きてる間に命を燃やしていくってことも、まあ、徐々に考えていくっていうか、そういうふうな考えになってくるのかなと思っちゃいますけどもね。皆さんはどういうふうにお感じだったでしょうか。トースポのウェブのニュース、またね、堀江さん叩かれるの承知でこういうこと言ってますけども、私もね、堀江さんほどじゃないですけども、少しの勇気を振り絞って発信してみました。ではですね、コロナウイルスにね、影響を受けてすごくね苦しんでいる方には本当に哀悼の意を表したいと思います。本当に、ね、お見舞い申し上げるとともにね、お悔やみを申し上げたいと思います、そういう方には。以上です。